とは、人狼と FPS を組み合わせた全く新しい友情破壊ゲームである。はい、どうも芸人ギルドです。よろしくよろしくよろしく。はい、ということで今回も芸人ギルドでディシートやりますけども、はい、まだまだやっていくんですね、ディシートは。皆さんはなんか少しちょこちょこ見た目変わってますね、みんな。まあ同じだとね、あれ小池だけやっぱそのパジャマ、そう、このひよこ、ね、変わらずにね、かわいい、ひよこの親玉ね、そう、これはあと、あ、佐藤さん前からそのナイフ、そんななんかツートーンカラーでしたっけ？ナイフは前からこれだよ、緑色と。このツートーン結構当たりますよね。俺ナイフのスキン持ってないんだよな、ポイズンエンチャント、杭持ってますからね、杭、ポイズンエンチャント、エンチャント入ってんすか、エンチャント欲しいな、俺も。その中で今日もじゃあ DC とやっていきましょう。おーい。これメガネってあんの？ありますね、あのサングラス、小池のサングラスとか多分スキンじゃないですか。そうですね、スキンですね、これ。あれ、俺のメガネもそうかな、もしかして。自然につけてるけど、かけてってる可能性ある。キックアスみたいだな。日本のスーパーヒーロー大好きなやつ、ね、適当に作ったね、このヒーロー感ね。曲乱数来てるな。お、曲来た。後半の怒涛の俺の鬼率。うん。一日中ずっとやったらやっぱ確率一緒なんですかね、みんな。いや、一緒でしょ。一緒でしょ。やっぱさすがに一緒の中。6人中2人って結構な確率ですね。3分の1だよね、簡単に言うと。逆に言うと、じゃんけんって思えば、勝ち続けるって思ったらね。この画面の時、小池なんで服変わってんだろう。あ、今変えてきました。え、確かこれでしたよね、僕最初の頃は。裸でしたよね。そうだっけ、裸だったか、パジャマ当たる前も。そうだよ、芝千春じゃん、もう。かっこいいんだよな。ね、セゾン。セゾン、はい、セゾン。セゾンだ。いやー、やっちゃった。俺、去年かい？やっちゃったよ、書店に通知。俺、やっぱ人、結構さ、はい、そのテレビとかでもさ、はい、もう誰だよっていうやつ当たり前、もう知ってんの当たり前だろみたいな感じで言って、例えてくる人のやつ全然笑ったりできねえんだよな。どういうことですか？それニコラスさんが多分全ワールですよ。あ、そのわかん、あ、わかんない場合が。説明してくんねえのよ、どういう人かとか。それやっぱしちゃうとね、ちょっとつまんなくなっちゃう。どんな人なのか知らないし、なんとかな、なんとかさんみたいだよねって、わははははってみんな笑ってるよ。たとえツッコミがあってもね、それはまあでも、ね、それはまあしゃあないっすよ、ニコラさん。みんなが笑ってる時点で多分よくない、少数派です。よくない、知らないやつをやっぱね、そうやってもうと限定されてる笑いはダメだと。じゃあ、それしてる、あ、伸ばしてる。ちょっとそんなことより伸ばれてます、ここ。1階の端っこ、今佐藤さんが走って戻ってきたけど、走って戻ってきたっちゃった。佐藤さん。すげえ人行き悪いことしちゃった。まあでも佐藤さん、近くにいるの佐藤さんしか俺は今のところ見えてない。なるほど。あと、走ってったら、いたからな、そこに。まだ俺も疑わしい。で、あと、西沢がずーっとしゃがみ歩きしてた。ずーっと。探偵スニーキングモードね。うん、いや、あれどっちかなのよ。探偵モードに入ってんのか、鬼なのか。まあそうね。どっちかだね。あれ悟空言ったぞ。今言いました。悟空聞こえましたね、今。聞こえたよね。なってる、はい、なってんな。今佐藤さん目の前に俺いる。え、誰が乗ってる？1階いる？ 1 階いる？ 1階、1階だね。了解、待って、やった、ナイス、ナイス。西さんかな。あー、え。そうなの、絶対俺来たー。やべ、言いました、やられた。あ、じゃあこれあれだ、西沢だ。了解、柵の中入ってったよ、もう一人になった、岩ちゃん。ナイスー。うわ、早い。撃ってる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 。いや、撃ってねえバカ、おめえだろ。小池どこで撃ってんだ？小池佐藤だ。あ、じゃあね、小池にした。西沢小池。西沢小池、了解。あれ、誰だ？入れた。ナイス。
出待ちします小池全員いんのに打ってる打ってるってさ出待ちましょうかうん出待ちだな どこ見ますか全部見よう OK です。落としておきましたとりあえず。カバミ言いました。いやちょっと待ってください。なぜ？おれ。弾がねえんだ俺も。やった。俺も弾がねえんだ。みんな。そっか。ニコラさん起こそう。いやー無理だ。できねえ。うわ入んなかった。ニッサー落としてる。落とした。いやニッサーいますよ。うん落としたよ今。ニコラさん入れて。ナイスナイス。あーニコラさんよかった生きてた。あと小池さんいる。あれバレた。あバレてる。あなんで、あなんでバレてる。2回すか。あ弾がね、あ弾がね、あ弾がね。プロゲーマー、プロゲーマーがいた。プロゲーマーいた。あと4秒3秒2秒グレネード、グレネードってから。小池やるんだ。さあやろうぜ。まだだよ。まあ飲めてねえからな。フューズ入れた。ナイス。ナイス。え、マジっすか？ナイス。あ、あの佐藤さんもナイスって言っちゃってるよ。もう弾がねえのよ、こっちは。あれ死んでるやつ喋ってない。フューズ入れた。2本目。フューズ入れといて。ニコラスと。了解です。一発入った。あ、強い。入れてる？フューズ。あれフューズどこだ？あ、ヒューズ入れてます、2本。2回か。ありがとうございます。すいません。ヒューズは入れてます。うん。はい。あれなんでヒューズ入れてんのにつかないんだ？あれ？バグ？あ、あれ。あ、ここにもヒューズある。入れた。ナイス！ナイスですよ。やばい、自分のこと人間だと思ってて、もう人間として会話してる。今落とさないで、今落とさないで。あっ、いいよ。あちょっと待って、ナイス。 あれ、なんかバグって2票になってる。なんでこれ、なんでこの画面。3分の2で俺が死んだ。そうなの、そうなるんで。池さん鬼だったんか。そうだろ。いやあの小池さんが鬼？もう誰も信用できねえよ。俺が芸人ギルドにシャドーバースで最初呼ばれた後に、いや居場所遊びに来いよって言ってくれたあの小池さんも偽物だったんか。あの今日芸人ギルドの配信何時入りですかねって聞いた時に、あの電話かかってきて、うん、あ、いました、5時だよ。ありがとうございます。うん、お疲れー。誰か。電話切って。あれ、これ、LINE の分でいけんかったって思った。懐かしいな。もう、鬼だったんか。ちょっと、この毒取ってさ、試して。出口で開く瞬間に俺殺してみて。フューズ入れさ。うん、出口で何開く瞬間にドア開けて出れるようになる瞬間に俺を殺してみて。了解です。どうなるか試したいぜ。これで開く瞬間ね。薬持ってないかも。カモンカモン。ナイス。いや別になんもなんね。出てくモーションに入ったときにやりてえな。いや俺それ待ってましたけど、ニコラさんがカモンって言うから。なんすか今の一連の。イエーイ、二人やっつけた。二人だな。二人だ。イエーイ、ありがとうございます。ニコラさんマジでヌーブな動きだけはやめてくださいよ。引き分けですドロー、うん、ニコラさんのせいで引き分けになったんですからね。ちゃんとやってくださいよ。くそ悔しい。クソじゃん。シートにかけてる。悔しい。シートにかけてるやつの。悔しい。ふざけないでください。こういうシートでプロになろうとしてる。ニコラスさんが
あのカモンって言ってからもうニコラスさんしか喋ってなかったのめっちゃ面白かった。プシュープシュー。あ、何も変わんねえ。何も言わずにみんな出てって。なんなんこいつ。めっちゃおもろかったな今の。ニコラスさんこそディジトリプロになりたいやつやん。ね、調べてるちゃんと。グリッチ探そうっつって。初手富士さんだったのが間違いでした。そう。したのが。いやー、小池、薬持ってんのかなと思ったのよ、はい。結構強気な動きしてたから。そうですよね。俺逆に思ってました。これ取ったなと思って、西さんが。ああ、なるほどね。はい。西さん取ってる率高いからね。そうそうそう。わかるな、それは。西さんの取れ高ね。取れ高しちゃってたんだよ。富士さんに吸われたんだよな、クリックが。お前じゃねえと思って。マジでショックだな。なんでなんでやべ聞こえないのよ、このてーてーつてーて、ね、ほら富士おめえの負けだとかさね、そういうのは全然やっぱこうやっててくさーなんだけど、うわこんな下手くそ殺しても意味ねえわみたいなのがやっぱ一番やった俺、うん、やっぱり純粋な悪出た俺の、うん、やめた方がいいんだろうなって曇りなく、うん、曇りない悪が出た。やっぱ生存、やっぱさ感染になんなかった時の何が一番嬉しいって、あそんなにゲームの迷惑になんないなっていうのが最悪生存の一人の俺が死んでも関係ないし、どっち取らねえかい、そっちはいらないっすよ、そっちはいらないでしょうよ、うん、みんな生存だよね、みんな全員生存ですね、今のところ。楽しく行こう、みんなで楽しく行こう。あれ口から、口から今血。帰って映画見に行こう。あ、いいですね。ホラー映画見ましょう、こういう。この中になんか。こんな時もあったね、つってね。一人吸血鬼いるみたいな。そういうの見ましょう。いいね。ふいさん、僕とも行ってくれますか？いや、全然、俺は、いや、全然行くけど、まあ、はい、楽しくないんだろうなって思いながら。でも先輩だしやっぱそういうのをちゃんとやんなきゃって義務だから、やりたいやりたくないって俺の感情は関係ないし、うん、そんなことない。今日メンヘラバーだな、やっぱり富士メンヘラバーだな、しょうがないな、つぶやき富士入ってる、いやあんな人の文句じゃないやつだったら笑えないでしょあれつぶやき、つぶやきがただの自虐だったら生きてる意味ないと思うのねってあれちょっとごめんなさい、ね、ちょっとニコラスさんがもし鬼だったらごめんなさい、うん、こんなにショットガンをこんなショーケースの前で見てる子供を見て俺はショットガン渡さずにいられない。俺はそれはスルーしました、ね、俺はちょっとね、あれは俺無言だったからなんかそれを経てのまだいたからちょっとかわいそすぎて今あげちゃった、ごめん。ニコラスさんが鬼だったらもう俺のせいだ、俺のせいで大変な目に遭わせる。なんか今イレイレイシャキンって聞こえた、ね、ナイス、あ、ナイス、ナイス。あ、ちなみにニコラスがショットガン待ってたとこ飲まれてるわ。え、うん、さっきあったけど、さっきあったけど飲まれてる今ニコラスさん。え、ニコラス、さっきニコラスさんが待ってた時はあったってことですか？ あったああじゃあニコラスさんではないってこと？え、逆に言うと、いやニコラスさんが出るときに飲んだってこと、うん、可能性ある。逆に言うとニコラスさんそれ見てないですか？ナイス、あ、じゃあ俺踏みますよ、はい。俺遠いな。ニコラさんが思ったの。ニコラさんが見つけたんで。佐藤さん。どうすんだ。生存者。生存者。どうすんだ。なるほど。あれ。そういう動きかっていうね。ニコラスが誰に入れました？ニコラスが俺。ニコラさんが佐藤さんに入れましたね。で生存。でニコラスさんはショットガンをずっと欲しがっててあんま動いてなくて、で後でそこが飲まれたんですよね。めちゃくちゃ黄色い文字で、うん、それを見つけたのが佐藤さんで、そこの2人が白出し合ってるのもまあちょっとね、そんなん俺わざわざニコラス言わねえだろ。じゃあだとしたら、ああそう、あ、まあだからどっちかの可能性が高いですね。そうなるとニコラスの可能性はまだ、あ、なるほど、ね、俺もまだあるけど、なるほどね。いや佐藤さんはないでしょ、もうほぼニコラ、いや佐藤さんはなしだけど、ああ、でもそうか、2人が鬼の時だけあるパターンね。まああるっちゃある、うん、
これいいね、やっぱこれ目の前に、ね、ヒューズがあった時が一番最高なんですよ。はい、出ました。なってる。なったな。佐藤さんと俺いる、うん、俺ここで。そうか、佐藤さんはあれか。そうですよ、はい、出ました。なってる。はい、出ました。なってる。なったな。佐藤さんと俺いる、うん、俺ここで。そうか、佐藤さんはあれか。ヴァンパイアだ。あれ、ヴァンパイア。お出ましだ。飛んでた。お出ましだぜ。ヴァンパイアのお出ましだ。え、ヴァンパイア。見て見て、羽見て、俺の羽見て。うわ、飛んでる。入れた入れた。あー、怖い。うわ、うそ。わー、飛んでる。ふわーってしてる。ファイヤー、ファイヤー飛んでるぜ。ヴァンパイア強こわ。言わしたね、じゃあ確定。いやでもこれはもう言わした。誰か死んだ。よかった。いや死んでない、俺は死んでないよ。あ、撃ってきてるわ。あれ、佐藤さん死んでません。可能性あるな、これ。小池、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。小池はなんだ、どっち。あ、言わした、言ったぞ。だから確定ですよね。言わした確定。いるぞ。もう一回ヴァンパイア見たくない。ねえ、もう一回ヴァンパイア見たくない。いや殺そう。福田さんどこっすか。うわぁ、小池さん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 、ニコラさん投票してくれ。ちょっと入ってるよ俺。オッケー。あー、まあ二人残しか、引き分けかな。じゃあちょっとヴァンパイアでかかったな。ニコラさん、ちょっと俺これ薬取るんで、うん、ニコラさん、じゃあ俺が出て走っていくときに、はいはい、やりますから。とりあえずあれ入れましょうか。バグらせて拾いました。俺が、うん、俺があの、うん、走って光の中行ってるときに背中から行けるか。オッケーです。あ、これここか。じゃあ俺がジャンプするから。はい、モーション入ったら入れます。全然意味よ。全然意味じゃん。モーション入りかけたけど。何見させられてる。鬼の勝ちか。鬼の勝ちか。ニコラさんのせいで鬼の勝ちだよ。鬼の勝ちか。小池さん、すいませんね、鬼捨て会で申し訳ない。いや、俺の画面のね、岩下のシルエットが超おもろい。ずーっと飛んでるの、なんか。あ、そうか。何あいつだと思って俺。バグってるみたいになってんのか。ヴァンパイア飛べるの。じゃあ飛んでる、常に浮いてる。常に浮いてて、プラスあの特殊能力あるじゃないですか。特殊能力がどこでも通気口でしたね。うわ、すよ。多分飛んで通気口から出れるっていうやつ。だから僕誰かの前で必殺技っつってペッて使ったら、あの通気口の設定画面出てきて、食べれなかった。しかもあれだって、消えるときコウモリになってバサバサバタって。うわ、めっちゃいいじゃん。言わした、お前食わなかったの。あ、食わなかったです。だから食う前に必殺技っつったら、あのピュンって飛んでどっか行ったんで。お前やば。お披露目会。俺佐藤さん綺麗に食べたのに。お披露目会。お披露目会。あ、言いました、このこれで帰れないプロフィールのとこから、プロフィールの服選ぶとこで、一番右にあの鬼マークがあって、そこでなんかこれってできない。いや帰れないですね。これに設定ってできないの。あ、こんな感じなんだ。いや、なんか俺川のパンツみたいなの履いてるやん。SM の時に、あれ、イエティ持ってるやつじゃん。イエティは持ってんだね。え、イエティ持ってますよ。うん、チェックマークついてるわ。あ、ウルフよ、持ってない。ウルフか。ウルフとバンパイア。でもこれさ、鬼のスキン統一した方が面白そうだけどな。まあさすがに、さすがにバレます。使わないっすわ、ちょっと。さすがにバレる。だし、小池のやつももうバレてんだよな。あの、緑色。あ、緑のやつね。あ、俺緑なんだ。うん、あ、これでしょ、フォレストでしょ、このスタンダードにしますか、全員。一番最初のスタンダードね。どこだっけ、プロフィール。プロフィールの一番右の、なんかキャラクターの顔の一番右です。
ああ、ヴァンパイアも皆さんスタンダードでお願いしますよ。ヴァンパイア使わねえ。なんで俺一ボケのために500円払わなくちゃいけねえんだよ。高いな、高いボケだ。